はい、皆さんこんにちは、辻健です。さあ今回なんですけども、ヘッド謎ラケット、こちらについての動画を撮っていきたいと思います。ヘッドさんから出ましたね、謎のラケット、黒塗りのラケットになるんですけども、これをね、私辻健まだ打ってません。はい、ということで、まあ、近々打つ予定はあるんですけども、ちょっとね待てないということで、本当にねこの画像とかいろんなところを見て、何かみたいな、これの正体は何だみたいなところをね、ちょっと考察していけたらなというふうに、はい、思ってこの動画作っております。はい、ということで、ちょっとねいつもと違うテイストの動画にはなると思うんですけど、最後まで見ていってください。それでは本編やっていきましょう。はい、ということで、今回のねこの謎の黒ラケなんですけども、まあ、過去もね謎ラケってヘッドさんから出てるので、まあ、どんな謎ラケがあって、でどんな感じのことがあったのかっていうのをね、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけども、まず直近で言いますとラジカルですね。はい、まあ、これは黒塗りではなかったんですけど、ラジカルっていうのは分かってる状態で謎ラケで届いてました。でこの時のラジカルはグラフィン360から360プラスに変わりましたよっていうところと、 MP プロに関して言うと重さが 5g ずつ重くなってるんですね。はい、295g だった MP が 300g に、 310g だったプロが 315g になってたのかな、確かっていうような変更がありました。はい、そして次ですね、これが去年の夏ぐらいですね、ちょうど1年近く前になるのかな。はい、エクストリームを、はい、黒ラケとして出てました。これはですね、エクストリームっていう名前は出てなくて、本当に謎の黒ラケっていう形で出てたんですけども、この時は、まあ、もちろんグラフィン360が360プラスになるっていうところもあったんですけど、エクストリームツアーっていうね新しいモールドが加わったんですね。はい、っていうところで謎ラケがまず登場してたっていう形になります。そしてもう2年ぐらい前になるんですけど、グラビティの謎ラケですね。はい、これはもうグラビティが新しくラインナップに追加されるっていうところで謎ラケとしてまず登場してましたね。で、まあ動画ではねまだ僕がやってなかったので紹介とかはできてないんですけど、スピードがグラフィンタッチからグラフィン360に変わってたタイミング、あれでフレームのね厚さとかもいろいろ変わって結構大きく変わったみたいな時に、スピードでも、はい、謎の黒ラケとしてまず先にね出てました。はい、みたいなところを考えると、まあ、今回ねこうやって黒ラケが出たっていうことは何かしら大きな変更があるんじゃないかというような予想は立てられます。はい、じゃあその大きな変更として考えられるもの、まあ、大きく2つですね。まずはテクノロジーの進化、これに関しては、はい、グラフィン360プラスから何かしら進化あると思います。でこれグラフィンタッチからグラフィン360に変わるっていうタイミングで、まあ、グラフィンをどこに入れるかっていう話で、全部に入れるっていうのは打球感が硬すぎるからさすがにそれはやらなかったっていうのはヘッドのタネさんが言ってはるんですよ。で360から360プラスになった時にスパイラルファイバーっていうものが組み込まれたんですね。はい、でそっからさらに進化ってなった時に、まあ、スパイラルファイバーに加えて新たに何かが加わった、もしくはスパイラルファイバーに代わって何かが加わったみたいなことが考えられますよね。でさらに打球感が柔らかくなって、しかも飛ぶようになったとか、面の安定性がさらに増したとか、そういうところは出てくるかと思います。あとは、まあ、グラフィン360で本当に360っていうぐらいなんですけど、一応ラケットの12時、3時、9時、6時のところに入ってるっていうことなんですけど、これ全部入れてる可能性もなくはないですよね。はい、全部入れて、その当時グラフィン360になった当時は打球感が硬くてそれはできなかったけど、何かそういうね新しいものが入ったことでそれが可能になったと、打球感の柔らかさも維持できるようになったみたいなところはもしかしたらあるかもしれないですね。はい、そしてもう一つの大きな変化の可能性としては、はい、モールドの変化ですね。はい、これは既存のラケットが進化したみたいな時に行われることだと思うんですけども、まあ、何かしらフレームの厚さであったり、ね、そもそものラケットの重さであったり、そういうものがねいろいろ変わってる可能性はあります。ではですね、まあ、ここも最後になるんですけども、じゃあこの謎ラケ何なのかっていうところのね予想をやっていきたいと思います。今回細かく言うと、まあ、4つ、はい、候補あります。でまず1つ目、まあ、個人的に筆頭候補のものはプレステージの更新、はい、プレステージの新しいのが出るっていう予想がまずあります。はい、これはですね現行のモデルが出てるタイミングなんですけども、まあ、まず一番新しく出てるのがグラビティ、これ2021年の3月に出てるんですね。でその前がラジカルで同じ年の1月、
でその前にインスティンクト2020年の秋口に出てまして、2020年の夏頃にエクストリームが出てます。そして2020年の春先にスピードが出て、2020年の最初にプレステージが出てるんですね。ラインナップの中では一番最後に出てるグラフィン360プラスシリーズがプレステージなんですよ。でなった時に、じゃあ順当に出るんであればプレステージじゃないかと、はい、っていうのが予想の一つとして考えられます。はい、で次ですね、スピードの更新です。はい、ということで、まあ、プレステージが先に出る可能性の方が高いと思ってるんで、これはあまりないかなって思ってるんですけど、まあ、なんでスピードがまた更新されるかっていう風に、候補として挙げたかというと、テニスショップでスピードのセールが始まったんですよ。でこれはヘッドさんに限らず、いろんなメーカーで言えることなんですけど、だいたいお店とかでセールが出てるラケットって、まあ、言ってしまうと新しいラケットが出ますよと、そのシリーズの新しい更新されたニューモデルが出ますよっていう、まあ、合図みたいなところになるんですね。もうすぐ出ますよっていう、はい、なのでスピードがセールになってるってことを考えると、スピードの更新もあるのかなっていうふうに、はい、考えられます。でこのプレステージとスピードに関してはちょっと違うかもなって思ってる部分もあって、それはなんでかっていうと、クロノイのラケットにこう巻かれてるグリップテープであったりとか、彫られてる文字みたいなところを見ると、全然プレステージとかスピードっぽい色じゃないですよね。プレステージって赤やったり黒やったりしますし、スピードも白とか黒みたいなイメージがあるんですけど、ミントグリーンなんですよね。はい、なのでこの色的にちょっと違うのかなっていうのがあるので、じゃあここで出てくる新たな候補として、インスティンクトの更新はあるんじゃないかと。もうこれは完全に色です。色だけで選ばせてもらいました。でそれで言うと、グラフィティの前作の色もちょっと近い部分あるのかなって思うんですけど、さすがにグラフィティはないだろうっていうふうには思ってます。でこのインスティンクトについてちょっと見てほしいものがあります。はい、でその見てほしいものなんですけど、今ねヘッドさんのホームページに来てるんですけども、これでテニスのところでね、こうやっていろんなものが出てくるんですけど、このハイライトのところに出てくるの見てください。エクストリーム、スピード、グラビティ、プレステージ、ラジカルってことで、インスティンクト消えてるんですよ。なのでインスティンクトこれ消えてしまってるってことは、もしかしてインスティンクト廃盤説みたいなのもあるんじゃないかなっていうのも、はい、候補として考えられます。これが4つ目ですね。じゃあ何かっていうと、インスティンクトがなくなって代わりに今回の謎ラケが新しいラインナップとして追加されるんじゃないかと。はい、まあ、このインスティンクトが表示されてないのがただのバグなのか、本当に何か意図があって消してるのか分かんないんですよ。これは何でかと言いますと、テニスのところ行くとですね、インスティンクトあるんですよ、まだしっかり。でまあもちろんね、まだ発売されてる、ね、お店などに行ってもあるので、もちろん表示はされてると思うんですけど、だここをどう見るかですよね。テニスのやつを見た時に、ここにもしっかりねインスティンクトが紹介として表示されてるんですよ。なのでここのねテニスの表示のところでインスティンクトが消えてしまってるのは、まあ何か分かんないですけど、ここから考えるに、もしかしたらインスティンクトが消えて新しいラケットがラインナップとして加わる、まあその線もなくはないのかなっていう、ちょっとこれはね大きく賭けに出た、ちょっとこれに関しては根拠薄いんですけども、はい、まあこんな予想も立ててみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ちょっとねいつもと違うテイストでね動画を上げさせてもらったんですけども、まあこのね、皆さんも気になってると思います。ヘッドさんのこの謎の黒縫いラケット。本当にね、よかったら皆さんの考え、これ何なのかみたいなところ。で、もし売ったことがあるっていう方がいらっしゃれば、なんかこんな感じだったよみたいなのも教えていただけると嬉しいです。まあ個人的にはデザインもちょっと気になるところですよね。前回360の時と、まあ今回360プラスになったところで、例えば色が反転してたりだとか、まあ色使いを変えたりみたいなところはあったんですけど、ベースとなってる色の分け方みたいなのはヘッドのマークに沿って色を分けてるっていうのは変わってないので、もう今回もそれが踏襲されてるのか、それとも新たなデザインになってくるのかもちょっとね見どころになってくると思います。まだね全然情報も何も出てないので、はい、まあ、答え合わせは情報が出てからっていう形になるんで、このラケット謎の黒ラケ僕も打ちますん でそれすぐ動画にするんで、よかったらその動画を見てください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。